はい、今日ですね、100均でこんなものを見つけてきました。はい、今日ですね、100均でこんなものを見つけてきました。サバイバルツールカードですね。で、スマホスタンドにもなるというふうに書いてあって、カード型多機能ツールということで書いてあります。ちょっと開けてみますけど、まあ、サイズが 8.5×5.5 ですね。本当にカードと変わらないようなサイズですね。あ、ちゃんとこんなケースも入ってましたね。開けてみましたけど、ちょっとまあまあ重さがある。でこっちはプラスチック樹脂ですかね。でこれが、あ、これステンレスって書いてありますね。鉄でメッキじゃないですね。一応本体はステンレス。ここに書いてありますけど、1番オープナー、だからこれ栓抜きですね。1番が栓抜き、あ、違いますね、缶オープナーって書いてあるので、缶栓抜き、絵は栓抜きになるので、まあまあこれで抜けるんでしょうね。はい、あと2番のレンチ、ここでね4862っていうサイズのレンチがついてて、でマイナスドライバー、どこだ、3番マイナスドライバー、あ、ここですね、この角、ここがマイナスドライバーになっているっていう。そして4番スタンド角度調整、あ、こっちも使うんですね。でこれを折り曲げて、あ、ここに刺すのか、ここに刺しといて、でこれをこう、あ、こういうことですね、ここで刺す。でこんな形か、もうちょっと寝かしたい場合はこういう形でスタンドになると、あ、こんな形でスタンドになるっていうね。はい、そして5番が定規ですね。ここが5番、はい、これも合ってるかどうかですけどね。はい、まあ一応多機能ツールっていうことで、竹の、そうですね、オープナー、ベンチ、マイナスドライバー、スタンド、角度調整、あ、スマホのね、スマホスタンドですかね、あと定規っていう風に書いてありますけど、で、あ、で、まあ基本はだからここにちゃんと入れといて、あ、そうですね、こういう形でしまえるようになってるんですね、スマホスタンド。これでこうしまってね、持ち運びするようなイメージですかね。はい、こんな感じですね。はい、まあ、使うかどうかっていうねところですけど、ちょっとこれを出してまで測るようなものはないかもしれないですね。
で何か測りたかったらメジャー、まあ、栓抜きも使わないですね、まあ、六角もまあ一応100均でね、まあ多機能ツールってことでちょっとね買いましたけど、まあカード型でいつでも携帯何だから何かの時には何か役に立つんじゃないかっていうね、はい、まあ一応これ携帯してることすら忘れちゃうような形かもしれないんですけどね、はい、一応まあこういうサバイバルツールということでカード型多機能ツールね、まあ、いろんな機能がついているものがありますのでね、はい、もしこれで興味持っていただけた方は、まあ、ちょっと100均にこういうものがありますのでね、はい、もしよかったらお試しください。